皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日はね、ちょっとグリーンジャケット、札幌にある僕がいつもゴルフクラブをお世話になってるゴルフショップで気になるクラブをちょっと打ってみようかと。その名も PXG なんてやつ。ジェネレーション4。ジェネレーション4気になってんだよな。それをね、打ちたいんで、まず今使っているスリクソンの1個前のモデルのドライバーをちょっと打ってみて、どのぐらいなのかちょっと見て、そこからテストしてみようかと思います。266とか、あ、でもスピン量は少ないか。よし、ちょっと行ってみましょうか。そうですね、これは中上司、中上司、ね、こんな感じです。ジェネレーション4、ジェネレーション4。280いくもんね。スピンは1975。違うんだ。数値が違えばさ、これだけ変わればやっぱり欲しくなるよな。いやいやあ、290ね。これでどのぐらい、こう、スピンの2300。これで49だ。はい。ああ、いいね。はい、打ち出し 14.5 のスピンの2349。違うね。これにするか。ね、あ、これ変えてみますか。ちょっと中女子でちょっと重くしてみます。はい、ちょっとヘッドだけ見せてます。こんな感じです。うまい。ここが、ここがカーボン、カーボンと、カーボンファイバー、カーボンファイバーね。なんかここが、薄く、肉が薄くなってるってことなのかな。そうですね、素材の、でモデルによってそこの硬さのたわみ量が違うみたいなので、今回はその X っていうちょうどスタンダードなので、非常に構えやすい。僕ピンのヘッドに近いなと思うんだけど、意外にピンじゃない、ピンっぽくないんですよ。そうですね。でピンのヘッドちょっと僕はあんま苦手で、なんか PXG のクラブが僕は結構前から気になってて、うっちらっといつもたまに打ってたんだけど、今回のすごい僕にとっていい感じの軽く打ってます。軽く振っても280両、ね、スピン量が少ない、1800だ。打ち出しがもう少し高く出て、やっぱり今12度で出てるので。ああ、そうか。12度。この
大阪になってちょっと低くなったかな。ちょっとまあ剛性がちょっと重さと剛性が、あ、そうですね、はい、変わってる。軽めにいこう。どうしたねかな。この下目に当たったので、さっき270ヤード行って、これで3000。これで3000か。よし。1800回転、いきます。これで1800だ、200、300。1600だもんね。15で。あ、買うか。でもヘッドスピードそんななくても今で 47.5 です。あ、 47.5 でもこうやってヘッドスピードがなくてもこうやって290とか出るんだね。よし、こっちか。そうか、よし、わかった。スリクソン。ピーそっか、わかった。ちょっと、行ってみるか。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、ちょっと、XG、ジェネレーション4ですね。はい。これ結構いいと思いますよ。まあ、そんなヘッドでいくらですか ?7 万円今ですね、ちょっと8月から、うん、また価格変更がありそうなんで。もっと高いの?もうちょっとお安く。あ、そうなんだ。そう。ちょっと今、そこが。そうなんだ。はい、でもまあ、大体そのぐらいと、まあ、シャフトが、はい、シャフトヘッドだけで売ってるから、まあ、金額的には、予算的に10万ぐらいあれば全然。あれば、いけそうな、はい、はい、ヘッドですね。非常にいいかなと思います。僕、あんまり道具のね、宣伝しないんだけども、自分でいいなと思うんだけど宣伝したかった。ちょっと今日やってみました。いい数字出たんで、ぜひですね、おすすめです。では。おはようございます。というか、ついにゲットしましたよ。PXG。ね、バランサー D2、エボリューション6ですね。フリッパーもね、普通のツアーベルで、ゴルフフライ。お、いい感じだね。ゲットしちゃいましたよ。ジェネレーション4。これで、ちょっといけるかな。頑張ります。頑張ります。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。